1902年の展覧会での集合写真左から右にアントン・シュタルク、グスタフ・クリムト、コロマン・モーザー、アドルフ・ベーム、マクシミリアン・レンツ、エルンスト・シュテア、ビルヘルム・リスト、エミール・オルリック、マクシミリアン・クルツウェイル、レオポルド・シュトルバ、カール・モール、ルドルフ・バヒャー。ウィーン分離派とは1897年4月3日にウィーンで 画家グスタフ・クリムトを中心に結成された新進芸術家のグループを言う。正式名称はオーストリア造形芸術家協会。なお、分離派とは19世紀の歴史絵画や伝統芸術からの分離を目指したドイツ語圏の芸術家の動きである。ウィーン分離派は独自の展示施設を持ち、独自に展覧会を開催した。 クリムトラは分離派での活動を通して新しい造形表現を追求した。ウィーンの分離派はミュンヘン分離派の結成から大きな影響を受けているが、総合芸術を施行していた点に特徴がある。世紀末のウィーンで展示会場を持っていたのはアカデミックな芸術家団体、クンストラーハウスという芸術家団体であった。ウィーンの美術界は印象派の影響も ほとんど見られず保守的であったが、その中には、ヨゼフ・マリア・オルブリッヒ、ヨーゼフ・ホフマン、コロマン・モーザーらの7人クラブのような革新的な若手芸術家グループが生まれていた。1897年、クンストラーハウスの保守性に不満を持つ若手芸術家らは、グスタフ・クリムトを中心に造形美術協会を結成した。 クンストラーハウスがこれを認めなかったため、クリムトラはクンストラーハウスを脱退した。こうして生まれたウィーン分離派には、絵画、彫刻、工芸、建築などの芸術家が参加した。会長にはクリムトが就任した。ウィーンの代表的な画家として、名声を得ていたクリムトは1894年に、ウィーン大学大行動の天井画を受注したが、 その大胆で、象徴主義的な作品は、無理解や厳しい非難、攻撃にさらされていた。翌1898年、第1回のウィーン分離派展が開催され、その開会式には、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世が、直々に訪問した。この年、分離派の機関誌として発刊された月刊ベル・サクルムの創刊号には、以下のような理念が記された。我々は、 もはや、大芸術と、小芸術の相違を知らない。不者のための芸術と貧者のための芸術との相違を知らない。芸術は、公共のための富である。セセッションカ1898年、ベルサクルム総館号には、作家ヘルマンバールラも寄稿した。同年、第1回分離派展を開催。さらに、ウィーン氏の土地を借り、実業家。 カール・ウィトゲンシュタインらの支援を受けて、専用の展示施設、セセッション館を建設した。会員の建築家オルブリッヒの設計によるもので、入り口上部には、デル・ツァイ・トイレ・クンスト、デル・クンスト・イーレ・フライハイトのモットーが掲げられた、ウィーン・ブンリー派は、1898年から、クリムト・脱退の1905年までの期間に23回の展覧会を開催した。 総合芸術を志行した分離派は工芸品の展示も行い会場のデザインをホフマンが手掛けた。1903年、ホフマンとモーダーは実業家フリッツ・ベルンドルファーの支援を受けウィーン工房の活動を始めたがこうした総合芸術志行に対して画家ヨーゼフ・エンゲルハルトら純粋芸術を志行する会員たちは不満を抱いていた。 1905年、画家カール・モルが、ミートケ画廊の顧問となり、展覧会を企画したことを直接のきっかけとして、商業主義をめぐる論争が起こった。投票が行われた結果、モルをはじめ、クリムト、オット・ワーグナー、ホフマン、オルブリッヒラ24名は脱退した。クリムトらは後に、オーストリア芸術家連盟を結成した。エイゲルハルトら残ったメンバーは、 同体分離派と皮にられた。その後も分離派の活動は続くが、美術史上に残るのは、主として1897年から1905年の活動である。ありがとうございます。